ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、みなさん、こんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。みなさん、元気にしていますでしょうか。えー、今日は二千二十二年の七月十五日、このポッドキャストを撮っています。久しぶりだね。本当、久しぶりだね。ちょっとごめん。パソコンで調べながら見ても、あの、話しても良いかい。えっ、ー、と、前回のポッドキャストのアップロード日がいつだ。 えーっと、7月2日なので、まあ、約1週間、2週間、ポッドキャスト撮ってなかったっすね。ごめんなさい。<laughs> まあ、休んでましたよ。はい。で、あの、ポッドキャストだけじゃなくて、実は先週の火曜日ぐらいから、じゃあ、先々週の火曜日から、あの、お休みしていて仕事をね、 うん、もう本当働いてなくて何やってたかっていうと本読んでゲームしてぐらいなんですよ。まあ、プライベートレッスンはちょこっっとあったんですけどねで、まあ、今日のポッドキャストは「言い訳ポッドキャスト」ということでその何、まあ、で僕が休んだかと休んでいたかと、まあ、休んでいた間に何を感じて何を考えたかっていうのをシェアしたいなと思いますのでそれではやっていきましょうか <laughs>。 なんか久しぶりすぎてうまくリズムが取れないんですが今日もゆっくり聴いてってくださいねそれではよろしくお願いします はいということでまあそのなんだでねお休みをしていたかっていうお話をしたいなと思うんですが一、まあ、つの理由はですね、えー、と先週の火曜日から、えー、とニディアさんがね、えー、韓国に旅行に行って僕今家一人なんですよ一人だけでね生活をしているんです。でまあなんかね久しぶりに自分一人の時間で。 なんかのんびりしたいなと思ったのが1点とあのゲームをねやってた時にあるキャラクターがですねどうしてみんなは他人より自分の方が価値があると証明したがるのでしょう存在しているだけで十分価値があるというのにみんな,なんかそんなようなことよ。要は なんか自分は他の人よりもすごいっていうのをみんな証明したいって思うじゃないですかといや毎日生きてるだけで立派なことなのにっていう言葉を聞いてなんかすごくすごくリラックスできたというか肩の力が抜けたというか、うんまあ、このまんまいったらダメなのかなって思うんだけど、まあ、確かになと思ってでまあ YouTube とか ポッドキャストとか、まあ、いろんなことをやってたんだけど果たして本当にみんなを手伝うためにこのポッドキャストをやってたのかなって思うといや多分だけどみんなに「ゆうゆうってすごい」って言われたいっていう気持ちが多分心のね50%以上占めていたんじゃないかなと思ってで じゃあ果たして休んだ悠々には価値がないのかあるのかっていうのを知りたいのとこうまあ毎日一つね何かしらこうポッドキャストなり YouTube のビデオインスタグラムのビデオをアップロードしていた私が2週間何にもやらなかったらどうなるのかなっていうのを調べたくてねまあ1週間半ぐらい休みをもらってたんですけど結果から言うとめちゃめちゃ良かったですうん。 もっと心が優しくなれた気がしますでなんでこう心が優しくなれたかっていうと、まあ、ある出来事があってねあのニニリアさんが韓国に行って、まあ、2日目ぐらいの朝だったかな、まあ、普通に朝8時くらいに起きてで窓を開けたんですよで窓を開けたらですね朝のちょっとこう湿った湿気のある 涼しい風が家の中にふーっと入ってきてうわなんて気持ちいいんだろうと思ってね息を大きく吸ってはあなんか生きてるわーみたいな <laughs> 気持ちいいわーっていうふうに思えたんですよなんか久しぶりだなと思ってこんな気持ちあどうですかね皆さんはそういうふうに感じたことありますかねうん あーなんか今日もいい一日になりそうだなーって思ってねで昔僕が聞いていたある音楽をね思い出したんですよこれデフテックっていうアーティストの曲名は「ありがとうの歌っていう歌なんですよあのー、これね、うん、まあすごくいい歌なんですけど あのー、なんだろうなちょっとこうジャマイカな感じこうレギュゲーじゃないんだよなヒップホップでもないんだよなでもポップでもない、うんまあ、聞いてください聞いてくださいでこの歌詞のスタートがえっ、ー、と「目覚ましテレビをつけてぼーっとしているままシャワーを浴びて朝ごはん食べていつものように歯を磨いて服を着替えて」 今日は何かが違って優しい気持ちで鏡を覗いて胸いっぱい吸った息で「いつもママありがとう行ってきます」っていうとこから始まるんですけどなんかそんな気持ちになれたんですよね。うんね。で、まあ、この歌なんで僕よく聞いてたかっていうと「めざましテレビ」っていうね日本の有名なニュース番組のオープニングテーマだったんですよ。 でなんかね朝聞くにはすごいこうリズムがなんていうのかなリラックスしすぎているんですがそんな中でねそのまあ簡単に歌詞を言うと「すごい人間じゃなくていいんだよ」なんか誰かに認められたいって思う気持ちは当たり前なことなんだよでもその「ありがとう」って気持ち忘れないでそのみんな。 自分の先生だと誰かからいろんなことを学んでみんなにありがとうを持って愛を持って生きていこうぜっていう歌なんですよ。でなんかこうさこう今 YouTube とかそういうのやってると、まあ、常に競争でフォローしてくれる人は仲間他のチャンネルは敵みたいななんかそんな雰囲気を感じていて。 なんかもっとリラックスしてもっとゆっくりしたリズムでみんなにありがとうって気持ちを感じながら生きていくのって素晴らしいことだなっていうふうに思えたんですよね。だからさその YouTube 動画もしっかりねそのもっと上手にもっとよくもっとよく日本語を上手にならなきゃっていうのじゃなくてさ 他の人の日本語すごいなってで教えてもらいたいなっていう気持ちそれに自分の日本語も間違っててちょっとかわいいじゃんっていう自分を認める気持ちっていうのを大事にしてもらいたいなってこの2週間で思ってなのでねなんかポッドキャストで。 こうまあ、人生が良くなるためにはどうすればいいかみたいなねポッドキャストいっぱい撮ってて、まあ、あの頃の自分もあの頃の自分で好きなんだけどまあなんかゆうゆうゆ,うゆうの日本語ポッドキャストはなんか頑張れないみんなに愛を届けるなんか <laughs> テーマでけえなテーマでかいけどなんかそんなねそんなコンテンツを作っていきたいなーなんていうのもね思いましたね。ううんなんなだろう どうしてもさこう成長しなきゃとかさ良くならなきゃとかっていうふうに思うけどねいやなんか頑張れない自分ってちょっと可愛いなって思ってあげるのも大事かなって思うんすよ。そうで確かにねあのー、もう本当に一日何もやんないでゲーム読んで本を読んでるとうわなんか 誰の役にも立ってない自分ダメだっていう風にね思ってたんだけどいやでも違うと生きてるだけでいいんだとでそれぐらいリラックスしてた方が周りから人が寄ってくるんじゃないかなっていう風に思えるようになりましたので、まあ、皆さんもぜひぜひね、あのー、たまにはでいいってい,ういつも休んでたら確かにあのお金なくなって貧乏で死んじゃうのであのー。 日曜日とかねほんと何もしないでなんか自分の可愛がってね自分に優しくしてあげる時間をうん怠惰な自分を頑張れない自分をその好きになってあげる時間を取ってほしいなって思います、まあ、まずねこのポッドキャスト聞いてる時点でもう皆さんすごいっすよ だってさこれ絶対今日本人の人がさこうなんかラジオ感覚でで聞くって人いないなと思うんですよ多分このポッドキャストを聞いてくださってる皆様は日本語を勉強してるね今でもペンを握って漢字を書いてもっともっとってねその成長できるように頑張ってる皆さんたちだと思うのでそれはダメとは思ってないです素晴らしいことだけど だけど頑張れない自分がいてもいいんじゃないかなって思いますはいなんかねそんなことをこの1週間で感じましたまあ実際ね今日もうお仕事じゃない休みが終わってもう今日も早速お仕事をガンブ頑張ってるんですけどガンガン頑張ってるんですけど <laughs> なんかリズムにねガンガン頑張ってるんですけどあでもこの1週間で だいいぶ頑張れれなな自分が好きになれたのでうーん今日の一発目のクラスは結構良かったかなって思います。はい。まあということでねまあ今回かなり短めのポッドキャストだったんですけどまあそういうことを感じたのでねあんまりだらだら長く話しても面白くないのでまあ今日のところはこれで終わりにしてまあ次回のポッドキャストはねあの日本の何か文化とか日本語について何か面白いテーマいろいろね実は あの撮りたいポッドキャストの、まあ、テーマをねメモしてるのでなんかねそういうポッドキャストを撮っていきたいかなと思っております。はいということでねゆうゆうの日本語ポッドキャストでは引き続きねテーマの募集をしていますので YouTube のコメント欄もしくはパトレオンで書いてくれると嬉しいです。ということで皆さん次回のポッドキャストでお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ